ザイドリッツ、ザイドリッツは、ドイツ帝国海軍の巡洋戦艦。同系艦はない。1913年に、ドイツ、ハンブルクのブロームホス社で建造された。艦名はオーストリア継承戦争、7年戦争で、活躍したプロイセン王国騎兵軍の将軍、フリードリヒビルヘルムフォン・ザイドリッツ、にちなザイドリッツは、モルト・ケ級巡洋戦艦を改良したものである。 基本的に、モルト気球もザイドリッツも、ドイツで最初の巡洋戦艦本、デアガンの改良系であり、モルト気球を拡大したザイドリッツは最終型という、見方が強い。モルト気球は、監視艦班に、波浪のしぶきが打ち上がりやすく、両派性に不足があった。そこで本艦の設計には、対抗性を改善するという意図が盛り込まれ、監視艦班をより高くし、十分な還元を得て、 外洋航行時の安定性としのげなみ性を獲得した。船体形状は、全球の朝鮮首労型船体の全甲板をさらに一段、高くした三段のブロークンデッカーを採用した。主砲配置容量は全球と同様であり、船体の原則部には、同時期のイギリス海軍の巡洋戦艦はない複砲が配置され、原則には 15cm 炭素砲が、ケースメートを 方角配置で片弦あたり6機で、計12機を配置した。この武装配置により、監視方向に、最大で 28cm 砲4門 15cm 砲2門、左右方向に、最大 28cm 砲10門 15cm 砲6門、5方向に 28cm 砲6門 15cm 砲2門が、試行できた。本級の手法は、SKL。 501911年型 28cm、50口径砲を採用した。その性能は、重量 302kg の手砲弾を最大行角13.5度で、射距離 18,100m まで届かせることができた。これを連装砲塔に収めた。砲塔の不行角能力は、行角13.5度、深角8度で、発射速度は、毎分3発であった。は、 中心線上の1番4番5番手砲塔は、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていたが、減速配置の2番3番手砲塔は、上部構造物により社会に制限があった。後に第一次対戦中に砲塔を改造して、行角16度、深く5.5度にし、最大射程距離を2万1700メートルに延伸した。副砲は、 1906年型 15cm45 口径砲を採用した主行動水域と想定される北海では霧などにより視界が悪く比較的近距離で主力艦同士の砲戦が開始される可能性を考慮しドイツ海軍は発射速度が主砲より高く単位時間あたりの発射弾量で有利となり得る 15cm 級中口径複砲の装備を重視したものであるその性能は 重量 45.3kg の砲弾を最大行角20度で 18,900m まで届かせることができた。不要能力は行角20度、不角のなどで、旋回角度は原則系スメート配置で150度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分後から7発である。耐水来艇用に1905年型 8.8cm。 45口径砲を採用した。その性能は重量9キログラムの砲弾を最大行角25度で1694メートルまで届かせることができた。不要能力は行角25度、深く10度であった。発射速度は毎分15発である。水雷兵装として45センチメートル単装魚雷発射管を水戦下に4門装備した。 今回は第一次世界大戦中の1914年11月3日にヤーマス襲撃に参加した。ついで、1915年1月24日にドッカーバンク海戦に参加した。この時、ザイドリッツはフランツフォンヒッパーの機関であった。海戦においてイギリス海軍のライオン級巡洋戦艦、ライオンの13.5インチ砲から放たれた砲弾2発のうち1発は、 ザイドリッツの選手楼に、もう一発は、後部5番主砲塔、バーベットの 230mm 装甲に食い込んで、炸裂した。この衝撃で、装甲板が剥離し、破片が火炎と共にバーベット内に侵入、装填作業中であった装薬に引火したほか、直下の弾薬庫内の装薬にも次々と引火して、火災を起こした。4番5番主砲塔2機は隣接しており、 通路の鉄壁が開いていたために、爆炎は4番手砲塔側にも侵入し、創薬が次々と引火して2機の手法塔は炎上した。この爆発によって160名の乗組員が殺傷され、2つの砲塔は機能を失った。しかし、在ドリッツの副長が5番手法塔の被害時に迅速に弾薬庫の法院へ注水作業を行うように命じたことと、 ドイツ製装薬の火災がゆっくりしたもので爆発ではなく火災に止まったことから無事沈下した。創薬はあらかた燃え尽き、それ以上の災厄を起こさなかった。このおかげで船体の破壊が抑えられ、推進軸が破壊されなかったため、ザイドリッツは無事に母校に帰還できた。この一方、ザイドリッツはライオンに二発の二十八センチメートル砲弾の命中を与えた。一発は、 全部主砲塔の側面走行に着弾、衝撃で走行板に貫入し、そこで炸裂して大穴を開け大浸水を引き起こした。応急処置の失敗により、ライオンは最終的に16度も傾斜して戦闘不能となり、ついで機関区画に浸水して機関停止となった。航行不能となった機関、ライオンはインビンシブル級インドミタブルに栄光してもらう羽目に陥った。 1916年のユトランド沖海戦では、巡洋戦艦部隊を率いていた、ヒッパーの機関、巡洋戦艦、リッツ王が沈められた。ヒッパーは再び、ザイドリッツに乗艦して、指揮を取った。ザイドリッツは30.5センチメートル砲を持つ、デアフリンガーと共同で攻撃し、巡洋戦艦、クイーン・メリーから4発の命中弾を受けた。うち1発は4番主砲と。 バーベットで炸裂した13.5インチ砲弾であり、またしても砲塔内の創薬が引火しこの砲塔は、旋回不能となった。ザイドリッツは、火力の20%を失うも、反撃で4発の28センチメートル砲弾を命中させ、30.5センチメートル砲弾と28センチメートル砲弾の弾打を受けたクイーンメリーは、監首側弾薬庫が引火して爆沈した。その後、 ザイドリッツは、イギリス第5艦隊からの 38.1cm 砲や 15.2cm 砲、第3巡洋戦艦艦,艦隊からの 30.5cm 砲の砲撃により、艦首から原則にかけて箱を開けられ、さらに、イギリス駆逐艦からの 53cm 魚雷一発が一番四方島の真下に命中。魚雷被害により、艦首に浸水し、 艦首が沈降するに従って、他の艦首の穴からも浸水し、みるみる前のめりに水没して行った。この海戦終了時には、ザイドリッツは21発の大口径砲弾と53センチメートル、巨雷一本が命中して、死者98名、負傷者55名を出し、消火と浸水により2300トンもの浸水を起こしていた。大破判定を受けた艦首が、水下に没すれば、 前進は困難であり、艦長が自沈を決意することは自然であったが、本艦は、潜水牢による高い還元が波を切り、艦板からの浸水を防いだことに助けられて聞こえることができた。この時点で、ザイドリッツは、速力22ノットが発揮可能であり、艦隊に追随していた。しかし、徐々に、波高や、魚雷の破壊口からの浸水で速力が落ち、 艦隊から落語して単独で帰還する羽目になった。一時は15ノットまで速度を落とした艦隊に追いつくも、ザイドリッツは浸水し続けて速度が7ノットに低下、再び落語、艦首の破行や副方の開口部から浸水するに及んで、全身不能となった。しかしザイドリッツは、艦尾を深度に向けて後進をかけ、3ノットで帰還を開始、沿岸部で、 救援の排水ポンプを積んだ船と合流した。艦首の浸水を組み出すモビルヘルムスハーフェンに到着した時には5300トン近い海水が流入してしまい、艦首の喫水は14メートルに達して関門に入れず、やむなく湾口に座礁させた。問題を解決するに際し、一番手法等を解体して軽量化を図り、少しでも喫水を上げると同時に、 大潮の時間を見計らって関門へ侵入し、ようやく修理ドックにまで行き着いた。復旧には約3ヶ月を要したものの、ザイドリッツは他のドイツ主力艦よりも数多くの攻撃を受けながら生き残り、ドイツの巡洋戦艦が基本的に強固に作られていたことを証明し、注目を浴びた。第一次世界大戦は休戦になると、ザイドリッツはスカパフローに開港。 経流されたが、1919年6月21日に、ザイドリッツの乗組員の手によって、太陽艦隊の多くの艦と共に自陳した。その後、ザイドリッツは1928年にサルベージが行われ、解体された。1916年のユトランド沖海戦で艦首に、大量の浸水を被ったザイドリッツは一番高塔下の、タマコを密閉して、 浮力を保ったことにより帰還を果たした。この戦訓を受けて、1944年の冷テ沖海戦時に艦首に大きな被害を受けた戦艦武蔵のチョコ艦長に、巡洋艦トネのマユズミ艦長から、ザイドリッツの育舎令に鑑み、艦首浮力の保全に努められよと、信号が送られ、信号了解の返事を受けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。